こんにちは、ミスターブラザーズカットクラブ中目黒店の三浦です。今日は7月に新しく加わったニュースタッフの大輔くんの紹介をしていきたいと思います。お願いします。でももう7歳からずっと入ってるぐらい、まあ、だって2キャラに。はじめまして、7月から中目黒店ミスターブラザーズに入れていただきました中村大輔です。よろしくお願いします。前の店はブルックリンテイストでレンガ調のお店で、まあ US のバーバーショップみたいなところで5年ぐらい働いてて、退社するのが決まってる段階で大阪のアメ村のピザの人、たくまさんって人と出会って、たくまさんが1回髪切り来てくれて、それで辞めるんすよねっていう話をした時に、次どうすんのっていう話になって、僕ブラザーズすげえ行きたいっすねっていうのをたくまさんに話したら、中目黒店の店長のヒーローさんとイベントがあるっていうことを聞いて、遊び来ないよって誘ってくれたから、そこで遊び行って初めてヒーローさんと出会って、それでお誘い受けて、まあ入れてもらったって感じです。まあやっぱ今一番日本で有名なんで、まあ、自分の名前を売りたいっていうのもあるし、一番有名なお店で働いてみたいっていう、シンプルにそこですかね。僕のお客さんはもう9割9分スキンフェードのお客さんばっかだったんで、まあ、このブラザーズのスタイルとすごい似てるところはあったんで、近いものは感じてましたね。1ヶ月半ぐらい、そうね、1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいか、1ヶ月ぐらい今一緒にいて、家も近いし、なんか結構飲み行ったりとかもしてての、彼はすごいなんかこう何事に対してもまっすぐ印象っすかね。なんかすげえ真摯に向き合える人。それはなんで頭からいったの？入れたいものが胸と首と頭だったんで、そっからいったっていうだけなんですけど、自分ずっと格闘技やってて、山本キッドさん世代だったんで、まあ、キッドさんと同じような感じの鶴をここに。首は20歳の時に現地のバーバー見たくて、もう死ぬまで床屋しかやらんっつって、ブルックリンの下町のブルックリンインクっていうタトゥーショップで、ここにミビだろかって、イカれた人生っていう意味なんですけど、まあ、一度きりの人生を謳歌しようみたいな意味もあるんで。頭は僕10代の頃結婚してて、娘と息子がいるんですけど、女の子のエンジェルと男の子のエンジェルを入れて、まあ2人の誕生日、月と誕生日をここに入れたんですけど、一緒に入れない分、まあ、いろいろ一緒に見ていきたいなっていう感じで入れましたね。まあ、有名になりたいっていうのは一番胸にあるもんなんで、まあ、そこ以外で言うと、まあ、自分のスタイル、これ見たら大輔が切ったんだなっていうスタイルを作っていけるように、ブラザーズで頑張っていこうと思ってます。